マスクの品薄解消へ毎週1億枚のマスクを確保。本日、日本政府が官民が協力し、国内生産の強化や輸入品の確保に取り組み、マスクについて例年以上の毎週1億枚以上を確保したと発表しました。このマスク、来週以降に流通し始める予定でございますが、 現在日本国内においてマスクが入手しづらい状況が続いており特に医療機関においてマスクを注文してもマスクが入荷されず在庫がなくなれば医療機関の機能が停止するような事態に陥ってしまっております日本政府にはまずはマスクを医療機関に優先的に供給し その後、市販していただき、また、国民の皆様におかれましては、こういったマスク、今後も安定的に供給される見込みとなりましたので、買い占めなどを行わないようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました